品川スキンクリニック立川院和田です。フラクショナル CO2 レーザーはお肌を少しずつ入れ替えていく治療になります。お肌を入れ替えると古くなった皮膚が入れ替わってシワも消えます。たるみも良くなります。肌の色も明るくなります。総合的に肌を治すことができる治療になっております。今までのフラクショナルレーザーの欠点はダウンタイムが長いということがありました。およそ1週間ほど赤みが続いて腫れがあったんですけれども、フラクショナル CO2 レーザーは、およそ3時間ほどの赤みで済むということになりますので、お気軽に受けていただくことができます。どのような肌にも お悩みにも解決できるというのがフラクショナルレーザーの特徴になっております。例えば、肌を白くしたい方、あとはニキビの跡があってお肌がデコボコしている、毛穴が目立ってしまっている方、あとお肌の悩み全般的に対応することができます。3D エンジェルリフトは糸でお顔のたるみを取り除く手術です。お顔の部分がたるんできた部分の上の部分に糸を入れることによってお顔のたるみをずらし上げて改善することができます。今までのリフトというのは切ることが多かったんですけれども、この手術は糸を入れるだけなので簡単で腫れも少なくて効果も高い手術になっております。やはりダウンタイムの差が一番あります。通常切ってしまうと2週間ほど腫れがあって傷も残るということがあったんですけれども、糸を入れるだけの手術の場合は腫れはまあおよそ1日で引いてしまうほどの軽い腫れなので、その日から働いてもお仕事されても特に問題ないというぐらいのダウンタイムになっておりますので、今までの切るものとはだいぶ、ダウンタイムとしては軽いと思います。およそ3年続くと言われています。施術直後から引き上がって、3年経っても完全に戻るわけではないですけれども、引き上がったことがおよそ3年間持続するということが言えると思います。光沢美白は皮膚の中にヒアルロン酸を入れて皮膚にツヤやハリを出す治療になっております。通常のヒアルロン酸は皮膚の下に入れて皮膚を持ち上げたりシワを改善させたりする目的で使っていたのですが、この治療は皮膚の中に直接入れてお肌のツヤやハリを出す治療になっております。治療ペースは1ヶ月に1回のペースで3回行っていただくとおよそ1年間ぐらい効果が持続すると言われております。